今回紹介するのは英語力知識ゼロから始める L 式米国株投資で1億円という本です米国株で資産形成米国株でファイヤ f i n a n c i a l y i n d e p e n d e n c アー t リーを目指すための米国株に関する基礎知識運用方法の提案が記されております 米国株の過去のパフォーマンスを見ても株主主体の利益追求意識の強い米国企業の株価の成長や配当はどの国のそれらよりはるかに優れておりますそのため資産運用には米国株は欠かせませんというより必須です世界の時価総額に占める割合からいっても米国株は 過半数を超えておりますし、米国企業の多くは、国内だけでなく、国外の市場からも利益を上げておりますし、国内の市場のみ対象の企業においても、米国人口は3億を超え、今後の人口の伸びも見込めるダイナミックな市場を対象にしており、企業収益力とそのカバーする市場規模レベルで見ても、米国株は、 資産運用における最でではないでしょうか。その米国株で効率的な資産形成するための基礎的な TIPS や具体的な年齢投資金額別のプランやアイデアが示されております。ファイヤーを目指すからといって何も信用取引や FX オプション取引暗号資産など投機的な金融商品に取り組む必要はなく。 誰もが知る時価総額の大きくて成長力のある米国株、ETF 含むでリスクを抑えながら、時間をかけて着実に目指すことも十分可能なことは本書でもシミュレーションされております。中級レベル以上の方にとっては、期出の内容ですが、 未経験者や初心者の方にとっては豊かな将来を約束するリタイアメントのための資産形成を米国株によっていかに実現するのか本書を読めばビビッドにイメージできると思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。